ジローじゃなくてごめんね。すげえ顔。違うの、あれはね。聞いて、笑うのやめて南君。なんだろう、妹に彼氏を紹介された兄の気分みたいな。分かっちゃった、今振られてるんだ私。まだ役員に選ばれる可能性があるんだろ。でも伝えて気まずくなったりしたら。渡辺ってもっとポジティブだったのに、俺たちは気まずくなった。よし頑張る、私後悔しないようにジローのことめっちゃ頑張る。やっぱり元気の方が渡辺らしいよ。